結局、流されるまま同棲することになってしまった。さよなら、俺のユートピア。親の敷いたレールの上で生きてきました。だから、親父の会社に入る前、3年間だけ好きにさせてほしいって頼んだんです。それで、今の会社で鈴谷さんに出会って、俺の人生は変わりました。俺は狂わされたけどな。俺初めてなんですよ。親に逆らうの。なんでそんなことするかな。順風満帆な富裕層ライフが。え？そんなの決まってるじゃないですか。鈴谷さんのことが好きだからですよ。え？あ、そうなんだ。あれ？言ってませんでした。言ってないよ。あ、俺の小切手くん。桐生に会ったんですね。金をやるから別れろとでも言われましたか？それは。俺のビールが、猫ちゃんが。行きましょう、桐生のところ。ハイシュラは第2弾。泥棒猫鈴谷本妻宅へ禁断の突入。これは代表作の気配がするな。